まずは、折り紙を四角に半分に折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、 右の角を中心に向けて折ります裏返して反対側も同じように折りますこれを上から開いてこのように正方形に折ります この部分を縦の筋に合わせて折ります。反対側も同じように折ります。上の三角も軽く折って、開いて、 折り筋に合わせてひし形に折り替えますこの状態でてっぺんをひし形の中心に合わせて折りますそして この部分を一度下に下ろします。これを上下ひっくり返します。ひっくり返したら、この部分を斜めに折るんですが、ひし形の中心から斜めにめくって折って、角をこの角と合わせます。この線をこの角と合わせて折ります。 一度開いて反対側も同じように折ります角と角を合わせてこの位置です折ったらこれを裏返して今度はてっぺんの角を真下までめくって下ろします次にこの部分をこの筋と合わせて 折ります反対側も同じように折ります次にこの線を縦の筋と合わせて細く折ります反対側も同じように折ります これを表にします。最後にこの両側の角の部分を裏側に折ります全体のバランスを見て左右対称に気をつけて折りますちょっとこっち折りすぎたかな これで折り紙の部分は完成ですこれに顔を描いていきます中心からおでこの部分に小さく角が伸びています次に顔の両側にやや大きめの 目を描きます。 目の中に黒目と下半分が赤になるので線を引きますこれに色を塗っていきます角の部分を白く塗りつぶして目の中の下半分を赤で塗りますあとは縁取って黒で中を塗りつぶします 最後に目の中に光を描き込みます形を整えてこれで白竜の完成です